どうぞどうぞお召し上がりください。うまい、おいしい。どうですか、うん、おいしい、うん、おいしい。なにこれ、なんかそんなに味噌を感じないね。うん、おいしいよね。おいしい、うん、うん、いいな、こんなにサラサラになると思わなかった、うん、あ、そうなんですよ。え、もっとマージュみたいにとろっとするのかなと思ったら、あ、こんなにサラサラなんて、そうなんです。お茶がこんな風になるなんて、うん、サラッとするんじゃないかな。うん、美味しいよね、うん、はい。まあ、というわけで、はい、皆さんありがとうございます。どうでした、なにひよみさん、なに聞こえない、ミュートを外してもらったら。すいません、はいはい、聞こえますか。聞こえる。あの、干した上澄みの方がなんかポタージュ感があって、うん、干したのを飲むとなんかもっとスープ感になって、うん、なるほど。上澄みがね、残らないんですよ、あのバイタミックスが。あ、すごいね。全く残らん、もう本当に入れたら古式パッといっちゃうよね、うん、流れ落ちるぐらい、うん、ファイタミックスのシルキー感が半端ないです。あー、顔意外とね。うーん、あのコスコで300ドル台で売ってるんじゃないかな、多分。うんうん、うん、毎回悩んで買わないで。あれはね、一気に参加するんやったら買ってもいいと思います。めちゃくちゃいい、うん、はい、かぼちゃにこんな力があるとは知らずに、しかもメキシコが発祥とは知らずにすみませんでしたっていう。誰に謝った、誰に謝った。え、かぼちゃの人に。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、はい、あの食べ物の個性をやっぱり知ってあげるとすごい大切にしようとか感謝を生まれたりとか、うん、これが源で喜びとか、あと栄養とか取れているかなと思うと、いろんなことを大切にしようと思えることがいいんじゃないかなと思いますよね。はい、今夜はみんなでリメンバーミーを見るということでお願いします。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、では次どうぞ。はい、はい、じゃあ匠さんどうぞ。はい、かぼちゃなんかの煮てる時には結構サラッとしてて、そんな感じかなと思ったら、ミキサーしたらすごいし、何、ねっとり、なんだろう、まったりして、ね、クリーミーになって、すっごい美味しいです。もう、かぼちゃのスープ作ったことなかったし、かぼちゃもあんまデカバンなかったんですけど、これはすぐ作ります、また。ありがとうございます。そんなに、はい、最初の頃、そんなに買うことないんです、かぼちゃって言ってたんですけど、すぐに買うっていうね。そうなんで、それぐらい美味しい、しかも簡単な美味しいんじゃないかな、ですよね、はい、好きっていうことなので、ぜひぜひ作ってください。ありがとうございます。じゃあ次、今日の感想どうぞ。あ、じゃあまいちゃんお願いします。もうなんか美味しくって放心状態だけど、でもなんか思ったよりも味噌が本当に、うち味噌嫌いなんだけどさ、夫が。だけど、多分これは食べても平気だと思う、うん。入ってるって言うとあれだけど、多分わかんないからさ、すごいいいと思うし、あと、なんていうの、あの、乳製品入れたみたいなぐらいのクリーミー感があるけど、入れてないっていうこのシンプルなレシピが、なんていうの、この11時近くになって飲んでても罪悪感がない感じ。そうね、時差が今ね、あるから深夜遅くても体にちょっと負担はね、乳製品入ってないからかかりにくい、うん、そう、すごい、もうリピートする、すぐ、ありがとう、ありがとうございます。はい、またまたじゃあ参加してください、ありがとう、うん、はい、じゃあ次、じゃあ最後、ひよみさんお願いします。ありがとうございました。学んでから食べるかぼちゃスープ本当に美味しい。なんかやっぱこのハワイあんまり季節感ないんですけど、でもそれでも朝と晩がちょっと冷えてきたから、なんかなんとなくこういう芋とかかぼちゃ欲しいなって連日思ってたところに、やっぱ今日のかぼちゃのレシピもうドストライクです。あとやっぱ毎回思うのはやっぱりマットシェフ素晴らしいですね、本当に素晴らしい。これ入ってる
かぼちゃと玉ねぎとニンニクだけですからね。あとは調味料ね。ですので、ね、ありがとうございました。私がこれ込んだのを皆さんに分かっていただけてよかったかなと、思います。ありがとうございます。はい、まずですけど、まあ、すごく楽しく私もあの伝えさせていただけてて、面白いメンバーが揃ってて、嬉しいなと思います。いつもありがとうございます。はい、でまた次回ちょっと新たなオーブン、グラノラとかもちょっと考えてみますので、よかったら。ありがとうございました。じゃあまたあの次回も開催しますので、お会いできるの楽しみにしております。今日どうもありがとうございました。またね。ありがとうございました。はい、失礼します。